세 번째 경기 양선수를 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 첫코너 신장 187cm 체중 97kg 골든글러리 집 소서 스테판 블루치 레코! 요로파노 이나즈마 스테판 블리츠 레코! 이에 맞서는 홈코너 신장 192cm 체중 107.6kg K1 월드그랑프리 2003년 월드그랑프리 챔피언 2004년 월드그랑프리 챔피언 팀 보냐스키 소서 람미 본야스키 2003, 2006 K1 그랑프리 랜파 사크라이하이 레미 본야스키 사 인넨노 타이케츠데스 去年の K1 ワールドグランプリステファン・ブリッツレコのローブロー2発によってレミー・ボンヤスキーその試合には勝ったんですがその後勝ち上がることができませんでした。悔しさをにじませながらリングを去ったレミー・ボンヤスキーその怒りを今日ステファン・ブリッツレコへとぶつけます。気合入ってますね谷川さん。10ヶ月ぶりにね、はい、レミーが気合入ってますね。決着戦です、はい、相手を見据えた鋭い眼差し王者の眼差しがレミー・ボンヤスキーに戻ってきています。一方ステファン・ブリッツレコあの敗戦は納得ができていません。1年ぶりの因縁マッチ今開始のゴング。さあレミー・ボンヤスキーステファン・ブリッツレコ今回は綺麗な決着になってほしいそういう願いとともにゴングです。右のローキックブリッツレコステファンレコの右のローです。左から右対角線攻撃はレミー・ボンヤスキー先手右ラッパー。いや2人とも殺気がありますね。殺気に満ちたこの攻防、さあ出たバックスピンキックあれがローブローになってしまった去年の戦いです。右の膝左レミーがいきなり行ってますね。レミー・ボンヤスキーが差し替えてる、ノリカさん、ね、最初からレミーが飛ばしています。これはもうすごいですね。やっぱり 白黒はっきり ねこのリングでつけたいんでしょうね。フライハイが出ています。おっと膝を返したのはジャロジャロ両者の意地がぶつかり合っていきます。レミーいいですね今日は。珍しい2003年2004年連覇した時の勢い鋭い眼差しが戻ってきています。そうですね。右の服膝左もう膝こんだけ飛び膝が出るね、本当好調な証拠でしょうね。ここ2年間はあのハイキック膝蹴りこの辺りが全く出ていませんでしたからね、はい、でも対するレコもね全然悪くないですね。出入りが激しいですし、どう合わせたエミーボンヤスキブリッツレコさあ右ボディさあどうだローブローかやり返すのかそんな表情を見せましたステファンレコです。お客さんもノリカさんよく分かってますね。そうですね因縁の対決ですからね、はい、東原さんちょっとでも今ヒヤッとする瞬間でした。右そうですね、やっぱ思い出してしまいますからねどうしても嫌ですよねああいうね何かこううやむやしたね。そうなんですよはっきりさせたいですからね。そうですよね。そのあたり両者もすっきりとした決着を今回は誓っています。右のアッパー右のローレコの出入りもいいですね。デファンブリッツレコです、打ってすぐ下がるね、はい、で反撃するときにもういないというですね。ただそのあたりまっすぐ下がってくるとレミー・ボンヤスキーも狙っていくと話していました、ね、右のアッパーでノック空を切るどう合わせたのレミー・ボンヤスキー非常にスピーディーな打撃戦です。ボディに左デファンレコレコはボディ狙いですね今日は。そうですか、顔面をある程度序盤は捨ててますね、ガードがあのレミーはすごい硬いので高いです、はいはい、そのあたりはボディに攻撃して顔面のガードを下げたいそういう気持ちもあるでしょう、ね、右のボディブロー今もボディでしょう、ね、やや下がりながらしかし右を振っていったおレミーボンヤスキーすごい攻防ですね両者との攻防で右を行った天下の王座飛び出ましたねフライングニーが捉えたなんとかなんとか立ち上がったステファンレコですがダメだダメだダメだ止めました。えなんでなんで大投げでフリーは止めました。バイキングポーズ取れずレミー・ボンヤスキーフライングにステファンレコとの因縁対決を制しました。ステファンレコはしかし納得できない表情。確かにカウントは9以降進んでいました。ファイティングポーズを10カウント以内に取らなければいけないそのルール、まだその眼差しに力が戻っていないというレフリーの判断だったんでしょうか。
レミー・ボンヤスキー、ステファン・ブリッツレコとの因縁マッチ。すごいレミーが気合で、はい、気持ちでなんか勝利を強引に導き出しましたよね。第1ラウンド、はい、残りわずか10秒でした。最後の最後で仕留めたのはレミー・ボンヤスキー、フライング2。いや、ノリカさん、はい、レミーの、ね、最初からもう目つきが違ってましたね。この戦いには勝たなきゃいけないんだみたいなね。あ、そうだ、やっぱりインナーの対決もありますし、はい、この2人の戦いで1勝1敗で今日は3度目の決着戦だったんですね。そうなんですね、共に判定勝ちが続いていました両者です。今回はこの KO シーン、東原さん、はい、単に因縁決着という戦いだけじゃないかもしれないですね。本当そうですね、この勢いでね、あのレミー・ボンヤスキー選手王者返り咲きありえますよね、うん、3度目の、そうですね、王者返り咲きに向けて日本、レミー・ボンヤスキーが日本行きのチケットを手にしました。ステファン・ブリッツレコからご覧の